皆さん、こんにちは。歌手として輝かしい活躍をしていた山本リンダさん。しかし、その裏には当て逃げ事故で逮捕されたという報道があったりと、波乱万丈な人生が隠されていました。また、とても綺麗だった山本リンダさんには現在、顔面崩壊との噂もありますが、実際はどうなのでしょうか。そしてプライベートでは50歳の時に7歳年上の方とご結婚されました。今回は山本リンダさんのプロフィールから顔面崩壊の噂や当て逃げ事故の真相、そして旦那様の正体についてご紹介していきます。まずは山本リンダさんのプロフィールからご紹介します。愛称リンダ、本名稲葉敦子、生年月日1951年3月4日、出身地福岡県北九州市、血液型 O 型、身長168センチメートル、体重53キログラム。活動内容、歌手、タレント。山本リンダさんは父親はアメリカ人で、母親は日本人のハーフということのようです。父親はアメリカ軍の軍人だったそうですが、山本リンダさんが1歳の頃に朝鮮戦争で戦死してるそうです。そのため母子の生活ということで貧しい暮らしを送っていたという山本リンダさん。5歳の時に神奈川県横浜市に転居しましたが、ハーフということで小学校時代は学校でいじめに遭い、近所の大人たちからも嫌な目で見られていたそうです。そんな山本リンダさんを慰めてくれたのは母親だったそうで、母子は仲が良かったのがわかりますね。山本リンダさんの芸能界デビューはモデルとしてでした。山本リンダさんは1962年にファッション雑誌ソーエンのモデルオーディションに合格し、モデルとして芸能活動をスタートさせたそうです。テレビデビューは1965年に放送されていた音楽番組夢のセレナーデでカバーガールに抜擢されたことがきっかけでした。海外では音楽番組のカバーガールというのはよくあったことのようですが、日本では山本リンダさんが初めてだったそうです。その美貌と抜群のプロポーションで人気を集めた山本リンダさんは1966年にシングル「困っちゃうな」で歌手デビューしました。この曲は大ヒットとなり、山本リンダさんは第18回 NHK 紅白歌合戦にも出演、国民的なアイドル歌手となります。山本リンダさんの経歴はモデルと歌手だけではありません。山本リンダさんはドラマに出演し、女優としても活躍していたようです。1967年には当時人気を集めていたドラマ「てなもんや三度重ね」おこま役として出演していました。1972年には「どうにも止まらない」を発表し、セクシーな大人の歌手にイメチェンしたこの曲は大ヒット。当時前例のなかったへそを出して歌う大胆な衣装や情熱的な激しいダンスなどで人気を獲得し、5年ぶりに NHK 紅白歌合戦にも出場しています。ただ NHK の紅白歌合戦に出場する際はへそ出し NG が出てしまったのだとか。そのため山本リンダさんは出演後、ファンから「なんでおへそが出てなかったんですか?」と問い合わせが来たエピソードを紹介していました。1973年には狙い撃ちもヒットしていますね。1976年2月10日には「泳げたい焼きくん」のアンサーソング「私の恋人たい焼きくん」を発売したり、夜のヒットスタジオでコカドマサトさんと共演するなど、タレントとしても活動していました。しかし1970年代後半「困っちゃうな」の後はヒット曲に恵まれず人気が低迷。また山本リンダさんを陰で支えた最愛の母親が自宅浴室で事故死し、山本リンダさん自身も所属事務所から解雇されるなど不遇の時代を過ごすことになります。地方の小さなスナックなどでの土佐回りもこなしたそうですが、スナックに歌手の控え室などはなく、狭くて汚いトイレで衣装を汚さないように細心の注意を払いながら
着替えなくてはならなかったとのこと。不遇の時代にもがく中、出会った曲が1973年にリリースした「どうにも止まらない」でした。この曲でダメなら歌手としておしまいだと死に物狂いで臨んだといいます。徹底的に衣装とダンスを追求し、世に発表するまでに猛特訓を行ったことを、2017年12月に出演したテレビ番組沢子の朝で明かしていました。その努力が実を結んだのか、1980年代後半になると米米CLUBが山本リンダさんの楽曲をカバーしてライブで演奏したほか、1990年にテレビアニメちびまる子ちゃんの番組内で主人公まる子が山本リンダさんのモノマネをしたことなどからリバイバルブームに乗り再ブレイクを果たしました。山本リンダさんの人気が爆発した理由の一つが、ハーフならではの顔立ちだったようです。若い頃の山本リンダさんはイギリスでモデルや女優として人気のあったツイッキーローソンさんに顔が似てると言われ、日本のツイッキーと呼ばれていたとのこと。ツイッキーローソンさんが来日した際にはファッションショーで共演したこともありました。また山本リンダさんの若い頃の人気が高かった理由には圧倒的な歌唱力もあったと言われています。山本リンダさんはモデルとしてデビューしましたが、その後は歌手としても活躍、多くのヒット曲にも恵まれました。優れた歌唱力で知られていますが、若い頃から歌唱力は抜群だったようです。その他にもセクシーさが人気の秘密だという声もあります。山本リンダさんの若い頃のトレードマークは、当時としてはかなり前衛的ともいえるへそ出しパンタロンの衣装で見事なプロポージョンを披露していたとのこと。このへそ出しパンタロンは当時の女性たちの間でも流行していたようです。しかし1970年代後半からは再び人気が低迷し、山本リンダさんの最愛の母親が自宅浴室で事故死したり、所属事務所から解雇されたりと不遇の時代を送っています。それでも1990年代になると、アニメ「ちびまる子ちゃん」の番組内で主人公まる子が山本リンダさんのモノマネをしたことなどからリバイバルブームに乗り再ブレイク。1993年には WANDJINA というヘアヌード写真集も発売しています。ちなみにこのヘアヌード写真を発売した際、山本リンダさんは元祖毒舌キャラのタレント北野誠さんと裁判沙汰の事件が勃発しました。最近めっきり顔を見なくなった北野誠さんですが、実は山本リンダさんと揉めて裁判沙汰になったのが原因で芸能界から遠ざかっていたという噂があります。1993年、山本リンダさんが43歳の時に発売されたヌード写真集を見た北野誠さんと作家の竹内義和さん、関西ローカルの ABC ラジオ誠のサイキック青年団の中で山本リンダさんの写真集を酷評したのです。43歳の山本リンダさんがヘアヌードに挑戦した大胆な内容に対し、北野さんは誰も見たくない、溶けたアイスクリーム、山本は100箇所以上整形しているなどと毒舌コメントを披露。この番組は関西で日曜深夜にひっそりと放送されていたのですが、これが山本リンダさんの耳に入り、翌週には北野さんと共演者である竹内さんのもとに内容証明郵便が届き、さらに番組に対し1億円の損害賠償請求を求めるトラブルに発展しました。最終的に北野さん、竹内さん、山本リンダさん3名が同席した記者会見が行われ、山本リンダさんが朝日放送で半年間レギュラー番組を持つことを条件に和解が成立したのでした。今であれば大炎上していたはずの事件ですので、当時表舞台から姿を消しただけの北野誠さんはある意味ラッキーでしたね。そんな山本リンダさんは長い間独身生活を貫いていましたが、2001年、山本リンダさんが50歳の頃に結婚が発表され話題となりました。結婚のお相手である夫の名前は稲葉光彦さん。稲葉光彦さんは7歳年上の常葉大学教授なのだそう。山本リンダさんと夫の稲葉光彦さんは知人の紹介で知り合い、交際3ヶ月でプロポーズされたという
いわゆるスピード婚。そして2001年5月3日に2人は入籍しました。夫の稲葉光彦さんは慶応大学法学部を卒業後、慶応大学院に進学し法学博士を取得。そして2000年からは常葉大学の教授を務めています。結婚当時、山本リンダさんは50歳とかなりの晩婚でした。長年にわたって芸能界で活躍する山本リンダさんですが、意外にもこれが初めての結婚。なお稲葉光彦さんが初婚かどうかは不明。ただ山本リンダさんが一通りの家事ができる、料理が上手と語っています。そのため一人暮らしが長かったことは間違いないでしょう。芸能人の山本リンダさんと大学教授の稲葉光彦さん、出会いのきっかけは共通の知人の紹介でした。きっと初対面の時から互いに好印象だったのでしょう。その後一緒に食事をする機会が増えたそうです。そしてお互いに共通点が多かったことから距離が縮まり、交際に発展。そのまま愛を育み結婚することとなりました。共通の知人は2人がお似合いと思い紹介したことは間違いないでしょう。ですが結婚したことには驚きがあったかもしれませんね。前述の通り、山本リンダさんの結婚当時の年齢は50歳、そして夫となった稲葉光彦さんの年齢は57歳。2人とも決して若いとは言えない年齢です。そのため2人の間にはお子様はいません。世の中には子供を望むか否かが離婚の原因になることも少なくありません。ですが2人の場合は互いに高齢だったことから、当初からお子様は望んでいなかったことでしょう。ずっと2人で一緒にいられたらいいと思って結婚したのだと思います。波乱万丈な人生の中で結婚し幸せをつかんだ山本リンダさんは、過去に当て逃げ事故を起こし逮捕されたという噂がありました。果たして本当なのでしょうか。調べてみたところ、山本リンダさんは実際に2019年5月29日に楽天の三木谷博会長兼社長の車と接触事故を起こしていたようです。事故は5月29日の午前10時頃に起きました。東京都新宿区信濃町の JR 信濃町駅前を走る外苑東通りで、山本リンダさんが乗る車が三木谷博会長兼社長が乗る車と接触しました。楽天の広報では三木谷博会長兼社長を乗せた車が午前10時頃道路の停車スペースで止まっていたところ、山本リンダさんを乗せた車が三木谷会長兼社長の自家用車の脇あたりに接触し、これが原因で山本リンダさんが乗る車の一部部品が接触現場に落ちたものの、そのまま立ち去ったそうです。この事故を受けて三木谷博会長兼社長の運転手が警察に通報したそうなのですが、楽天広報は今回の事故について警察の捜査にお任せしており、先方がリンダさんの車だったと報道で初めて知りましたとコメント。2019年5月31日に公開されたトースポウェブの記事によれば、運転していた山本リンダさんのマネジャーは、こちら側の過失には間違いないですが、警察から言われたような当て逃げでは決してありません。走行中にキーンという何かに当たる音がしたので、停車していた車列の先を左折したところに車を止め、ドアミラーがなくなっていることに気づいた。現場に戻って確認しました。路肩にはハザードランプを点滅させた車が7、8台停車していたんですが、誰も車外にはおらず、当たったような様子もなく、こちらの取れたドアミラーも見つからなかった。その後リンダを仕事先に送らねばならなかったので現場を離れましたとコメント。午後になって警察から連絡があり、破損したドアミラーがあったことや破損状況との照合などを確認したそうです。また山本リンダさんの公式サイトが更新され、このドア大変お騒ぎせをいたしまして申し訳ございませんでした。報道にあります通り、今回山本リンダが乗車した当社の車両が接触事故を起こしたことは事実でございます。停車されてました車両のミラーと
当社車両のミラーの接触事故でした。当社運転手の過失であり、被害者様には誠意を持って対応してまいりたいと思っております。当て逃げと報じられたことについては事実はございませんと発表されました。怪我人はなかったものの、当て逃げ事故の様相を呈したことで SNS などでは、車がどうにも止まらなかったのかなだとか、狙い撃ちしたのかとダジャレを絡めたコメントが溢れました。ただ不祥事にしては珍しく、あまり大きな騒動にはなりませんでした。このことについて朝芸プラスの記事では、芸能関係者からという話が次のように綴られていました。それほど騒がれなかった理由は、リンダが乗った車も三木谷氏の車も共に運転手が運転していたことが大きいと思います。昔のいわゆるスターは運転手を雇ったり付き人に運転させることが多かったんですが、今回の二人の場合もあくまで運転手同士の責任問題なわけです。ところが近年は仕事場へ出向くのにもタレント自ら運転することが多くなっていますから、ひとたび事故を起こして明るみになればタレント本人のスキャンダルとして大きく報じられるわけです。ネット上のコメントに対し、記者は中にはリンダ創価からの帰りかなと言ったように、リンダが創価学会芸術部の幹部であることに触れた記述も多くありました。事故のあった通りは学会村のど真ん中で、右も左も学会施設だらけです。リンダの自宅も近くにあります。事故の事実以外はあまり報じられなかったこともあって、極秘で参院選対策を練る幹部会などに出ていたのではないか、走り去ったのはそれが露見してはまずいからだ、政界関係者や記者の間でそんな話まで流れましたねと明かしました。山本リンダさんは創価学会の会員としても有名な方ですよね。2023年現在、日本では827万世帯が入信していると言われる創価学会、これを人数にすると約2043万人で、日本人のおよそ 16% が学会員と言われています。日本だけでなく海外にも支部があり、280万人もの会員がいるそうです。山本リンダさんは創価学会員で、芸術部女性部長も務めておられるようです。2009年1月9日の政教新聞には、久本雅美さんらと合唱されている写真が掲載されていました。政教新聞にも頻回に出演されていますし、創価学会の VOD セミナーでは自身の信仰体験について語られています。政教新聞のインタビューでは、世界がどんなに大変でもこの仏法がある限り、絶対にこの地球全人類は幸せになれると創価学会を推しています。このことから熱心な会員であることは間違いないです。様々な噂が流れていますが、当て逃げ事故の真相については直接尋ねるのが早いかもしれません。山本リンダさんには最近顔面崩壊してるという噂が流れており、ネット上ではどうやら整形疑惑が浮上しているようです。山本リンダさんの顔を見た人は、整形のしすぎで目が開いていない、ヒアルロン酸を打ちすぎて顔がボコボコなど指摘していました。プチ整形のヒアルロン酸注射が原因である可能性がとても高いと予想されています。通常は若さを保つために打つヒアルロン酸注射ですが、打ちすぎると肌がデコボコしてしまったり目が開きにくくなるそう。非常に万能なヒアルロン酸注射でも容量を誤ると後にとんでもないことになってしまうのが怖いところです。そのため肌のデコボコ具合や目の開き方などを見て、ネット上では瞬く間に山本リンダさんの整形疑惑が浮上したようですね。しかし、いつまでも美しくありたい、綺麗な自分を見せたいという気持ちの表れだと思いますし、そこには強いプロ意識があることは間違いありませんね。山本リンダさんは2023年現在も歌手活動を続けています。コンサートやライブイベントのほか、時折バラエティ番組にも出演し、お茶の間でも親しまれている様子です。またトレーニングにも注力しているとか、
以前バラエティ番組で山本リンダさんの自宅が公開された際、部屋には大量のトレーニング器具が無造作に置かれていました。若さと美貌をキープするため、気が向いた時にすぐに運動できる環境を整えているのでしょう。同時に室内には大量の絵画も飾られているとのこと。トレーニング器具と絵画はミスマッチな組み合わせに思えますが、リンダさんとしては運動しながら芸術も楽しめる一石二鳥のスタイルを貫いているようです。いかがでしたか？今回は山本リンダさんのプロフィールから顔面崩壊の噂や当て逃げ事故の真相、そして旦那様の正体についてご紹介しました。現在も様々な噂の中で活躍している山本リンダさんには、噂に惑わされずにこれからも輝かしい活躍を見せてくれることに期待したいと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。